万国公開西洋道中膝栗毛は、神奈川記録文、不相広施作の国慶盆。1870年12月から1876年間。初編序文には、明治3年9月とある。全15編30冊、満休画館。総画は、落合義育、三代目、歌川広重、少女共済など。実編者19の、 東海道中膝栗毛に習って、矢印塀、北八の三代目の孫二人を、イギリスのロンドン万国博覧会見物に出立させ、その道中の国境を除したものである。当時、大当たりを取っていた、福沢諭吉の、西洋旅案内に当て込み、これと、膝栗毛の思考を取り合わせたのである。ロブンには洋行体験はないものの、英文の読書はできたので、 文物の知識は的確であり物語としては高頭無形ではない。しかし、後半は話のスケールが広がって、ロブンの手にあまり他の作者に委託している。神田八丁堀に生まれた矢路兵と北八は横浜弁天通りで西洋物の店を出し、しかし店は妻に任せきり、自分らは売り込みの採取をしていた。ある日、商人大福屋高倉の手骸として、 ロンドンの博覧会見物に行く話がまとまる。2月、一行男女145人は、上海を目指して出港し、上海で来た八は、中国人のお会屋とぶつかり、クソオケを頭からかぶり、牛屋の2階で女と戯れて、損害賠償請求を受け、一人山に迷い込み、石庭病近くで、泥棒のために全裸にされて気絶する。香港に着き、昇華にし、 ヤジロベイが便器を水差しと間違える。暴風に遭いながら、サイゴンに向かう。シンガポールに上陸し、畑のスイカを無断で食べて万人に捕まり、夜に逃げ出す。船に乗り、マラッカ、スマトラ編で船内の女のところに忍び込み、しかししくじる。正論とゴールにつき、土人の相撲を見て、二人は仲間入りし、土人を投げ、怒りを買い、像に追われて、池に飛び込む。 ゴールからアデン島に行く途中、道次郎は外国新聞を翻訳し、軍団区長で弁じ立てる。船は航海アデンに着き、ヤジロベ衛、北八、道次郎は義じ冷やかし、ヤジロベ衛は帰って手ごめにされる。ヤジロベ衛、北八は滞在中、潮干狩りでタコに吸い付かれ、時刻がわからず、満潮に溺れかける。スズ港に上陸、一行はホテルで宴会を開き、 互いの無事を喜ぶ。翌日、5人で、カイロ城下見物。矢白兵と北八は、馬車内で、吉原遊びの呪の気を言い張り合ううちに、馬車から転落、死に損ない、カイロ病院で治療を受ける。地中海マルタ島に着き、大量のサンゴを買い込み、目論んで、船に戻るが偽物と判明し、二人は時短が踏んで、悔しがる。親方に頼み込んで船を、 マルタ島に帰してくれと頼むなど、ジブラルタルの瀬戸につき、祝報を放ち土人の眠りを覚ます。ロンドン期。見物の準備中、二人は、ロンドン見物をしてツーブルつもりで列車に乗り、例によって失敗し、過労うじて宿に送り返され、翌日から一行は博覧会見物、ロンドン見物、飛脚船に乗り込み、横浜に無事帰港した。ありがとうございます。